皆さんこんにちは、アクリプチャンネルのメラです。今日の動画は爬虫類のお迎えの動画となっております。アクリプチャンネルの爬虫類のお迎えといえば、皆さんお察しの通りヘビでございます。今日はヘビをお迎えしました。そちらの方を動画にしていきたいと思います。それではやっていきましょう。いつもだったらヘビを先にお見せしてから飼育環境を作るんですけど、今日は飼育環境を作ってからヘビをお見せしていきたいと思います。それでは床材を入れていきます。床材はレザードサンドのレッドってやつを使用していきます。今回は砂ですね。砂を使用していきます。このぐらいですかね。このぐらいの厚みで引いていきます。次はシェルターを入れていきます。これはもうどこにでも売ってるシェルターですね。で最後に水飲み場を入れてあげて、これで飼育環境が完成しました。これが今回の飼育環境になるんですけど、皆さんこの飼育環境の中に何のヘビが入ると思いますか？正面から見るとこんな感じ。今回メラはヘビ飼育として珍しくシェルターを用意しました。いつもはシェルターは用意してないんですけど、今回は用意しました。ここに水飲み場があるんですけど、なんかちょっとこれだとね、なんかいまいち閉まらないですね。これもちょっと交換しようかなと思います。でも今はこれしかないので、これを使っていきます。それではヘビの方をお見せしていきます。今回お迎えした子はこちらのおしゃれな紙袋の中に生き物が入ってます。それではどんなヘビをお迎えしたのかお見せしていきます。今回お迎えしたのはこちらのヘビですね。ちょっと分かりづらいんで、このカップを開封していきます。今回お迎えしたヘビはこちらのヘビ。こちらはリングヘッドヒメレーサーというヘビで、ドイツに生息するヘビになります。こちらのヘビの餌が昆虫になります。昆虫食のヘビといえばラフグリーンが有名なんですけど、実はこういったヒメレーサーでも昆虫を食べるヘビがいます。この子は女の子になります。すごい動かなくて可愛いですね。じーっとしてますね。それでは飼育環境の方に移してあげようと思います。それでは入居させていただきます。こちらのヘビは荒れ地に住むヘビで、すごい過酷な環境で生きてるそうです。なのでこちらのヘビはそんなに弱くないとショップさんの方が言ってました。顔はこんな感じで可愛い顔をしてます。お迎えしたばかりでいろいろとヘビに負担がかかってると思うので、今回はこの辺で動画の方を終わりにしようと思います。いかがだったでしょうか。リングヘッドヒメレーサーのお迎えの動画でした。飼育環境を作っている際に皆さんはおそらく砂漠系のヘビを想像したと思うんですけど、リングヘッドヒメレーサーは砂漠に住むヘビではなく荒れ地に住むヘビになります。リングヘッドヒメレーサーは土管層系のヘビなので、今回は砂を使用してみました。
スクチップとかそういうのも考えたんですけど、乾燥系といえばやっぱり砂からっていうことで砂を使用しております。今後ともリングヘッド姫レーサーの動画も上げていけたらなと思ってます。今回はこれで動画の方を終わりにしようと思います。アクリプチャンネルでは爬虫類、両生類、アクアリウムなどを動画にしてます。あと Twitter、Instagram、TikTok 再生リストなどを概要欄の方に貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。あとこの辺にチャンネル登録と最新の動画がありますので、気になる方はぜひ見てみてください。あとチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。